シナリオモードだ。ようこそシナリオモードへ。ゲーム司会&進行役の新井みなみです。どうぞよろしく。この中、はい、登録完了です。それじゃ頑張ってね。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。Thank you.
イル君。やあ、ビクトリーズ。ミハイル君も参加してたのか。うん、でもいきなり君に出会うなんて運がいいな。僕なら楽勝だってことか。嫌だな、そんな意味で言ったんじゃないよ。最初から楽しめる相手に出会えてよかったなってことさ。次のグランプリもまだ始まらないし、最近ワクワクできる競争相手がいないから退屈してたんだ。余裕だね。余裕？余裕なんてないよ。ただせっかく来たんだから、簡単に勝てちゃう相手とレースしてもつまんないって思っただけさ。それを余裕って言うんだよ、ミハイル君。このレースポイント制じゃないから、負けたら即失格。僕に負けるかもってことは考えてないみたいだね。僕が負けること？アイゼンブルフに二度の敗北はありえないよ、絶対。君の実力はよくわかっている。でも僕もグランプリが終わってから何もしてなかったわけじゃない。エボリューションを甘く見ない方がいい。悪いけど、僕の最終目標は君じゃない。こんなところで負けるわけにはいかないよ。それは僕も同じことさ。ここに来た以上、相手が誰であっても最後まで負けるつもりはない。勝負だ、ミハイル君。うん、負けないよ。そんな、正直君相手に勝てる自信なんてなかったよ。ベルクカイザー、確かにベルクカイザーは速い。でもエボリューションは世界グランプリの中で進化してきたマシンだ。ベルクカイザーの走りも見ている。乾杯だよ。やっぱり強い相手とレースするのは楽しいね。何があるかわかんないや。僕ももうちょっと練習しなきゃダメだったかな。いい勝負だったよ。またやろう。うん、僕もこの勝負でエボリューションの走りに確信が持てた。ありがとう、ミハイル君。せっかく僕に勝ったんだ、優勝しなきゃダメだよ。まさかこんな早くにお前に出会うとはな。リョウ君、この大会やっぱりおかしくないかい？はあ、お前も気づいてたか。うん、やっぱり罠なのかもしれない。みんなに知らせた方がいいかも。ああ、そうかもしれない。だが今はそんなことはどうだっていいさ。え？たとえ罠だろうが、俺は速いやつと戦えればそれでいい。リョウ君、俺にとっては
先のことより今ここでお前を倒せるかどうかの方が重要だ。罠かどうかは勝ち進んでいけば分かることだからな。ジェイ、お前もここで俺と会った以上、俺を倒さなければ先に進めないことは分かっているはずだ。どうせこれが終わったら、俺たちはまたビクトリーズの仲間に戻る。せっかくのチャンスだ。こんな時まで遠慮する必要はない、ジェイ。そうだね、僕もこんなところで消えるわけにはいかない。罠かどうかは勝ち進んで見極めるよ。悪いけど今は敵同士、本気で行かせてもらうよ、リョウ君。エボリューションの力は十分分かっている。俺も手加減するつもりはない。全力で勝負だ、ジェイ。逃げ切った。負けたか。ごめん、リョウ君。正々堂々勝負しての結果だ。別に謝ることはない。それにしてもトップスピードで俺のトライダガーと並ぶなんて、エボリューションの進化は底なしということか。正直僕も驚いてる。特に今回は調子がいいみたい。ああ、その調子で先に進め。俺に勝った以上、他のレーサー相手に負けてもらいたくはないからな。うん、必ず優勝してみせるよ。頑張れよ。任せて。